ここからの放送はノイビア化粧品、ケンタッキーフライドチキン、ホーユー、小林製薬、陽明酒、羽衣フーズの提供でお送りします。浮橋殿、先ほどは驚きました。浮橋殿があのように刀の前に、浮様に心底惚れていらしたのじゃな。何の遊女は心は恨むもの、惚れてなどおりませぬけど。いいえ、いつかは必ず別れるお方。惚れてませんなよ方。惚れてなどおるものか。あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。コスメティックルネッサンスノエビア。こんなことをするとトリックだろうなんていう人もいますが、もちろんトリックじゃありません。こんなにしっかりくっついてるのにすっきりと剥がれる、タフグリップって不思議でしょ。でもこれだから使いやすいんですよね。入れ歯と歯茎の隙間を補ってしっかり安定すっきり剥がせるタフグリップ、目立たない肌色タイプと透明タイプ、小林製薬から。どうした、元気ないな。いや、なんかだるくてさ、疲れ溜まってんのかな。手が冷えるわ。足も冷え性どうにかしたい。そんな時は薬用陽明酒でやります。薬用陽明酒には自然の生薬が溶け込み、ご覧の症状の方によく合います。一度お試しください。今日のおかずはシーチキン。おいしいおさ、おいしいシーチキン、みんなで食べましょう。おいしさいっぱい。今日のおかずはシーチキン。そのまま食べてもお料理しても好きなものはおいしいもの。羽衣フーズ。ご苦労。お帰りなさいませ。うん、
ただいま立ち返った。お危のございます。 お父上お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。おーよしよし吉地を食う瑠璃よい子じゃよくだ。おとなしゅうしておったか。はいいや、これはお母上、ただいま立ち戻りました。りく、ちょっと話がある。これが薬用養命酒に溶け込んでいる生薬なんです。長寿、薬用人参、効果、体にいいものばかり。これらの生薬の有効成分が体の働きを整えていくんですよ。薬用養命酒は胃腸の弱い方、疲れやすい方などご覧の症状によく効きます。体の弱い方は一度お試しになってみませんか。今日は楽しいクあ、ハッピーバレルの予約忘れた。控えよ、戻れ。予約忘れた。予約お願いします。予約すれば安心じゃやってきた。マジックモネケンタッキーのパーティーバレルは美味しいチキンにサラダとデザート、素敵な絵皿付きパーティーバレル、ケンタッキーフライドチキンです。スモークチキンもよろしく。Ladies and gentlemen. Ladies とメンズ揃いました。Ladies and gentlemen. お待たせしました。それでは。ビゲンの早染め。レディースビゲンスピーディーとメンズビゲンスピーディー。Now we proudly present. ホーユーから。辛い喉の本格手当。のどヌールにスプレータイプ新登場。痛いところをシュッと直接殺菌消毒します。つらい喉にのどヌール、スプレータイプと綿棒タイプ。消臭粒入りサワデーはワンツースリー効果。ワン、消臭粒が悪臭を消す。ツー、きれいな空間にする。スリー、自然な香りが広がる。ワンツースリー効果、トイレにはやっぱり爽やかサワデー。元禄15年10月7日、大石蔵之助の一行は京を立ち、吉良上野介之助を討つべく江戸へ向かった。いわゆる大石や吾妻下りである。エモヒチ、これは先祖より伝わる大切の品。いよいよ討ち入りのその時には、この小具足鎖片びらに身を固めて、そなた亡き父上と二人前の働きをせねばなりませぬぞ。わかりました。しかし母上、母上のお支度は。私がついておってはそなたの足手まとい。私はここに残ります。でも私の旅支度、路銀の一切は家財道具のすべてを売り払って母上がお作りになったもの。
貴殿の方でいかようともご処分あれ。揃いました。 Ladies and Gentlemen、 お待たせしました。それではビゲンの早染め、レディースビゲンスピーディーとメンズビゲンスピーディー。 Now we proudly present、 こういうから、パパラ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 、サラスパはサラダ専用スパゲッティ。パパラサラスパ。ハガルモフーズ。あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。コスメティックルネッサンスノエビア。今日は楽しい。あ、ハピバレルの予約忘れた。時間よ、戻れ。予約忘れた。予約お願いします。予約すれば安心じゃ。やってきた。ケンタッキーのパーティーバレルは美味しいチキンにサラダとデザート、素敵な絵皿付きパーティーバレル、ケンタッキーフライドチキンです。スモークチキンもよろしく。ここまでの放送はノエビア化粧品、ケンタッキーフライドチキン、ホーユー、小林製薬、陽明酒、羽衣フーズの提供でお送りしました。辛いカレーが食べたい、キレのある辛さ。リー、あの人を守ってあげたいから時間をください。ジュリア・ロバーツ最新作、 I have a life with you. 愛の選択。24時間戦いました。僕らのリゲイン。フルーツヨーグルトを選ぶときはこんな形を選ぶと間違いありません。スプーンもついてます。フルーツヨーグルトもブルガリア。ここからの放送は人間の優しさを車にライフトゲザー日産、清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ピップ藤本、サントリー山下の提供でお送りします。蔵之介一行は22日に鎌倉へ到着。八幡宮に本会成就を祈願し、25日からは川崎在の平間村に滞在して同志との連絡を取った。蔵之介自身が江戸へ入ったのは11月の5日である。
懐かしゅうございます。ご家老様がお見えになると聞き、この利平今日か明日かと首を難をして待っておりました。いや、ご家老はやめてくだされ。蔵之助は今一介のスロー人、武領の連れ連れに血と江戸見物を思い立っただけのことでござる。亡き殿の一件以来何かと世間がうるそうござってな、旅籠へ泊まっても人目について煩わしい。それでご迷惑を承知でこうして寄らせていただいたわけでござる。なあに、ここなら大丈夫。店の者には固く口止めをしておりますし、離れの方にはお身の回りのお世話をなす者以外誰も近づきませぬゆえ。ちと長通りようになりますぞ。一向に構いません。この天の屋の身代は赤穂の塩で築き上げたもの、いわば上様より頂戴したも同然でございます。どうぞお心を置きなく、いつまでも逗留してくださいませ。なるほど、伊助が米屋、神崎が小豆屋か。勝田新左衛門は八百屋、杉野寿平次は蕎麦屋にございます。それぞれ本庄吉良邸に接近し、宝塚之助の動静を探っております。そうか、付け人の人数は。邸内の長屋に100人ばかり、吉良の家人を入れると200人近くにはなりましょう。200か。門前に夜泣きそばの屋台を出しまして、中間や小物たちとほんのちょっとでもついていてくれたの？それとも絵図面が欲しかったから、それだけのために私のことを？好きだ、本当に好きだ、嘘じゃない。だから今日まで、今日まで苦しみに行ってきたんだ、言い出せないでいたんだ。もういいの、それだけ聞けばもういいの。おつやちゃん、幕末日本は肩こり状態にあった。肩こり肩こり肩こり、これは日本の肩こりを治す。好き。お邪魔します。ピップエレキバ。費用のため、人のため、ニンニク効果、これぞピップマイフクエキ。目から疲れも取れました。肩こりにピップ内服液、一見落着。あなたに贈る香りは花、ギフトにサントリーブランデー XO デラックス。年齢とともに肌は黒ずんで衰えてきます。でもセラミドを補えば自信が持てるようになります。ソフィーナのバイタルリッチはまずローション、その後にクリームでセラミドを補うお手入れです。セラミドが衰えがちな肌の角質を整えます。花王ソフィーナのバイタルリッチ、使っていくうちに肌が明るくなる感じ。新しいブルーバードを見ましたか？ブルーバード 3S。 ブルーバードアークス、提案性と完成度、
これが新しいブルーバードです。 Life Together 日産です。おつや、そこで何しておるんだよ。別に何でもない、ちょっと探し物。何でもねって面してねえぞ。それ何持ってんだ。許して、お父っつぁん見逃して。いや、そうはいかねえ。お父っつぁん見逃して。キラ様の、誰に頼まれた男か。察しておられたのか。いや、しかしこれはいかん。受け取ればそちらも天下を騒がす暴徒の一味。店は潰され、その身は打ち首獄門になるやもしれません。お志だけはありがたく。何をされます。する式のこと、大石様、天音有平は男でござる。時は流れない、それは積み重なる。サントリークレスト12年、私の好きなウイスキーを贈ります。今年も簡単。へえ、ずいぶん汚れるもんだな。お料理たくさん作ったからですね。しつこい油汚れにマジックリン。掃除には二度拭きのいらない簡単マイペット。ちょっと太ったんじゃない。二人分だから。今年の暮れも花王のお掃除用製品です。この25周年記念のサニーを強くお勧めします。なぜ痛みがそれほど強くこの25年目のサニーを勧めるのか、この疑問を大事にしてください。わかります。25周年記念のサニー、可愛いけど高級車なんです。 Life Together 日産です。ヘッディオピカチュウは大好きヘッディオ、ごちそうは大好きヘッディオ。ララディ、鉄分カルシウム入りだって。カロリーも控えめ。元気が一番。バランスジャーキー別版新発売。おなじみのペティオジャーキーもよろしく。オリジナルテレホンカードプレゼント中。ささっ、千代殿。
使用殿ではないか。ああ、これは宝井企画殿。何やら手前にかまけてご無沙汰を。お家の大事を聞きましてからこの方お身の上案じておりました。浪人のたつき、やるせなく見る影村木子の有様にございます。いやいや、落泊が当たり前、決してお恥じなさることはない。おお、それは寒かろう。せめてこの羽織をどうぞ。昔ながらの風流の道、お忘れでなくば一句付き合いを願いたい。年の瀬や水の流れと人の身は、明日またるるその宝船では、ごめんくだされませ。明日またるるその宝船。その侍、阿公の浪人だと申した。はい、不思議な脇句でございます。土屋様、もしやどこぞの家中に二度のお勤めが決まっておったのかもしれませんな。いや、企画殿には武士の進呈はわかるまいが、明日といえば14日、朝の神様ご生涯の折、大学様にもわらわにも何のご遺言もなく、そなただけに、そなただけに使わされた殿のお言葉をお忘れか。お肉刀子のお刀に込められた殿のお恨みを晴らす心はそなたにはないと申すか。ないか、ないか、ないと言いやるか。ございません。蔵之介、つきましては今生のお別れ、いや今日のおいとまごいに、殿のご礼拝の前にご焼香をお許しくださるようお願い申し上げます。それはならぬ。わらわは今日まで朝な夕なにご礼拝に対し、必ずやいつか、いつかきっと蔵之助が下校してまいりましょう。上様が生前より家臣といえど兄ともしたい、父とも頼った蔵之助、その蔵之助がきっと、きっと上様のご無念をお晴らし申すでございましょうと、ひたすら念じてまいりました。それもこれも皆空ごととなった今、そなたが御前に参ったとて、殿は決して決してお喜びになど。でもござりましょうが、おいとまごいにただ一度、ただ一度だけ。ならぬならぬ。不義不忠の神、犬侍、顔を見るのも嫌じゃ。そなたのようなものを深く頼みにしておられた殿が、殿のお心がおいたわしい。
大石殿。お怒りは無理なきこと、取りなしはいたしませんぞ。この一巻は湿布の折から道中にて読みましたる腰折れ本つれづれに御前様にご披露くだされたい。何、お歌を？それはそれは風流なこと。おいとまつかまつる。早くいい亭主を持って子供でも作れ。大きなお世話でございます。バスルームを丸ごとリフレッシュ、ユラックスジェット。山下から。エクサツイエクサツイ1800ガウス1800ガウス。サマリウムコバルト磁石採用。サマリウムコバルト磁石採用。何なのこれは。ピップエルキバン X 新発売。ダダーウェアプルプルプルアーマー。ダダーウィラープルプルプル。自由競争にピップのダダン。うちの柔軟剤はねタッチ。ふんわりふっくら、そして素肌にさっぱりの仕上がり。それは汗や水をほらスーッと吸い取ってくれるから。タッチはここが違うんですね。この気持ちよさ、お肌でよくわかるんです。ふんわりさっぱり顔のタッチ。サンナンバーボディか。そう、これが新しいマキシマ。新 V6 3000cc ツインカムエンジンもやるね。いい。いい。そう、これが新しいマキシマ。どちらから？日産から。 Life Together 日産です。ここまでの放送は人間の優しさを車に Life Together 日産。清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ピップ藤本、サントリー山下の提供でお送りしました。サントリー新発売。無敵の爆走舞台がいよいよやってくる。彼らこそ笑いの直撃だ。ホットショット。花言葉はありがとう。喉が痛い。イガラっぽい。だから治したい人は喉の薬ビックスコフドロ。
みんな揃うってもんかな。へい、神妙に出せ。うちの連番状にござりまする。定めて先ほど女患者の目を悟り、心にもなきことそうとも知らず、浅はかに口を極めて、辛かったであろう蔵之助、許してたも、許してたも。良きご家来衆を持たれた。お正月にやってくる世界で一番ちっちゃな詐欺師カーリーズ。ビシッと決める男のホーン、アメリカングルーミング NFL 新発売。ようせいな間に暖かい、あという間に瞬間温風、冬で選ぶとエアコンは山陽です。ありがとうございました。ねえ、車変えた？同じだよ。でもさ、ダッシュとパワーが違うんだ。あ、ガソリン変えたでしょ。レーサー100ベストセラー廃浴レーサー100日赤。おや、もうありませんよ。これは私の金商売。中身もいいけど器もいいね。ああ、この幸せ届きましたか。お歳暮に金商売。ラストチャンスはご一緒に。心も躍る歳末価格。
青木歳末大感謝祭好評開催中。お出かけください。メンズプラザ青木。温泉を科学しました。だから骨まで温まったら布団へ直行。これで今夜は靴下いらず。津村の日本の名湯登別カルルス。津村です。おい、その親父殿、あのおふざけ様、バカ野郎、余計なことをするな。立って戦うほどの相手ではないから寝て戦っておったのだ。年寄りの楽しみを奪い寄ってこの親子ぶるめが。